ここが JR 四日市駅とね、対決ですから、多分、パッと見てね、名前がピンとくるところって言ったら、ここぐらいだったんで、多分ここは最大のライバルにこうなりうるところですからね。いいやん、これとか。しか、そこは人向けなりか、案内か。反対側、こっちを開くね。この放送好きね。よいしょ。さあ。ちょうどね、来るぐらいかな。以上。通過か。結構いろいろ、こんなビタミンのやつ売り出したの。ああ、スーパーだ。ごめんなさい。近鉄、大阪近辺では、かなり遠近分離を徹底してますからね。あ、これなんか見たらわかりやすいでしょ。上本町から乗れて、まあまあ最初はね、豊橋とかこの辺り止まるとしても、スーッと来て、河内国分から先に、利用する人は、まあ、こっちの準急を使ってねっていう感じがすごくわかりやすいですよね。から先が、普通と一緒のような感じになってて、急行は桜井までは、言うと、運行して、その先は、っていう感じ。で、快速急行だけが、まあ、こっちの急行の感覚みたいな感じで行きますよって感じですもんね。しれっと当番まで書いてあるのすごいですけどね。いや、まあ大阪線ですからね。こんな感じで、一駅のところをぴょんと飛びますからね。あ、でも、この間はあるな。榊原温泉口から伊勢中川の間実際にあるな。こんな感じで、八木のところも39で統一。あ、ここなんかがわかりやすいね。27から急に39に飛びますからね。さあ、ということで、その先、河内山本の横にあるところですからね。八尾駅、まあ、八尾って言ったら、まあ、それなりにね、車でよく走るんですけど、車で走ると、まあまあ栄えてるところですね。そこの中で、JR と分かれてんのか、ここも。っていう構造やかな。多分、今後行くところ、他のところからそんな聞かない駅名ですから、多分一番でかいんじゃないかな。駅前もいろんな施設ありますね。これかな？もう乗り換えの時はもうカメラ回してませんからね。時間もそんなに。ないですし、人もね、混んでるんで、別にそんな落ちてるものもないですからね。お。反対側僕。普通、上本町行きだ。よし。じゃあ、これ乗って。次は八尾ですね。来よう。八尾か。よし。